こんにちは、花レオさん。今回ね、どうにもならないこともあるというテーマでお話しいただいたと思います。本当にお疲れ様でございました。私なりにね、考えてることがあるんですけども、確かに私たちは生きているときにですね、どうにもならないことって出会うと思うんですよ。けど、どうにもならないことに出会って、それを先延ばししたり、挫折したりするのは、まあそれはね、ある意味一つの選択として、その時点では仕方がないかなと思いますけども、でも片っぽではね、どうにかなることをちゃんとやってきたのかなってことも考えないといけないんですよね。まあ例えばね、副収入に関して言いますと、毎月10万、20万の副収入を作ることは確かに難しいでしょう。でも、毎月1円、10円の副収入を作ることはやったんですかねってことなんですよ。これ多分私は、副収入1円とかね、10円とか100円とか作ることって、まあ仕事をやったことがある人だったら誰でも可能だと思うんですよ。だから、いきなり10万が無理っていうのはわかりますけども、じゃあ、1万円とか3000円とか500円とかには挑戦しないんですかと私は思いますね。これお金のことだけではないんですけども、まあ例えばね、体を鍛えようかなと思った時に、1日に30回の腕立て伏せはかなり厳しいなと思うんですけども、じゃあ3回はどうですかと。5回腕立て伏せできませんかってこともあるんですよね。YouTuber になろうとしている人が、毎日動画更新をするのはなかなか難しいですって言われますけども、1日1分の動画更新もできないんでしょうかとかね。それとも1週間に1回の動画更新は無理ですかっていうことで、確かにここはできないけども、ここはどうにもならないけども、ここはどうですかっていうことはね、やっぱ自分に問いかけないといけないかなと思うんですよ。その上で、頑張ってもできないことはあるよと。そうは言ってもなかなかその越えられない壁って誰にでもあるじゃないですかっていうのは当然なんですけども、じゃあその反面越えられる壁ぐらいは越えていきましょうよってことなんですよね。でそれが果たしてできてるのかなってことなんですよ。例えばね、他のことでも恋愛に関しても言えますけども、いきなり恋愛、自分の大好きな人に出会えてね、ですぐに何らかの形、例えば結婚なら結婚しました。それは難しいよねっていう状況もあると思うんですよ。でも少なくとも女の子と付き合うことぐらいはできるんじゃないですかとかね。付き合うことができなくても女の子に声をかけることぐらいはできるんじゃないですかとかね。少なくとも女の子に毎日毎日じゃなくても週に1回1人ぐらいに新しく出会うことぐらいはできるんじゃないですかとか。それもダメなら出会い系サイトの登録ぐらいできるんじゃないですかとかね。いろいろあると思うんですよね。私がここで言いたいのは、できないことは確かにあるけど、それを強調してばっかりいてもしょうがないんですよ。だったら反面、できることはちゃんとやってきたのかなと。パーフェクトにやってきたのかなと。一部の隙もなくやってきたのかなっていうところを追求すれば、できる範囲のことをね、しっかりとすれば、十分評価される価値高い人間にはなれると思うんですよ。なぜなら、できないことがあるっていうふうに言う人ってのは、できることもおろそかにしてるからなんですよ。そんなことはないですかね。だから、できないこともあるんだよ。人にはできないことだってあるんだって言うんだったら、じゃあできることは全部やりましたかっていうふうに私は、問うていきたいかなというところですね。まあ、私のコンサルを受ける人はね、必ずこの質問に合うんですよ。久保さんと、できないこともありますよと。いや、これは無理ですよ。あ、じゃあできること全部やりました？できることも全部やってないでしょ。だったら、できないことは別に語らなくていいんで、できること全部やってから、できないこともあるという結論を出していきましょう。できることを全部やった後で、残されたものが、できないこともあるよってことなんですよ。でも、できないことは当然やらないけども、できることすらやってないじゃないかなってことになるわけなんですよね。今回短い動画ですけども、ただこの一点がお伝えしたくてね、動画にさせてもらいました。いかがお感じでしょうか？それでは、また次回お会いしましょう。いってらっしゃい。